ミスタイムさん、エルボニーフランチですか？というのもね、今回の動画なんか気づいたんですけども、やっぱりね、肉付きが良くなってきてませんか？やっぱりね、1日1分といえども、この動画を撮ってそれから編集したりとかって結構作業量多いじゃないですか。そういうのも考えていくと、まあ体がね、できていくのもわかるかなと思います。で、なんかね、そのダイエットの動画を撮るってことで、動画を撮るのがメインなのか、ダイエットがメインなのか分からないような状態になってきてますけども、このサイクルがとってもいいんでしょうね。やっぱりトレーニングしないと動画のネタができないし、動画を出さないといけないと思ったらトレーニングするし、みたいな感じで好循環が生まれてるんではないかなと思います。で、その間に例えばね、ジムの機材の紹介があったりとか、自分の過去の体験があったりとかね、尾崎豊さんの歌を歌ったりとかね、そういう風にメリハリをつけてるところもこのチャンネルの面白さなんだろうなと思います。まあ、コメントも順調についてるみたいで、多分ね、楽しみに見られてる方もいると思うんですよ。ぜひね、これからも続けていただきたいと思います。本当に見やすくて分かりやすい、まあ、素晴らしいね、安定した動画だと思います。で、継続力もすごいですね。今私の YouTube のコーナーっていうのはミスター M さんコーナーみたいになってますね。非常に素晴らしいと思います。これからもよろしくお願いします。それでは私もね、負けないようにマッチョになりたい、トレーニングしていきたいと思います。では失礼します。